岡三証券の八木です。国際有料株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内いたします。真に稼ぐ力を有する企業の中から、今回ご紹介するのはこちらです。リッカーコード NFLX のネットフリックスです。ネット動画配信サービスの世界最大手であるネットフリックスは、 2011年に、素業の DVD 宅配レンタルから事業転換し、現在はテレビ番組や映画を190以上の国や地域でネット配信しています。ケーブルテレビより利用料金が安いことに加えて、パソコンやモバイルなど複数の端末で視聴可能といった利便性で市場を開拓しました。ネットフリックスは自社制作ドラマにも強みを持ち、 2013年には政治ドラマハウス・オブ・カードがエミー賞を獲得しています。2023年の第95回アカデミー賞では西部戦線異常なしが国際映画賞、撮影賞、作曲賞、美術賞など4部門を受賞しました。24年12月期の第1四半期時点の地域別有料会員数は アメリカ、カナダが8266万人、ヨーロッパ、中東、アフリカが9173万人、中南米が4772万人、アジア、太平洋が4750万人となりました。24年12月期の第1四半期は、売上高が前年同期比15%増の93.7億ドルと2桁増収を達成。 EPS は前年同期比83%増の5.28ドルとなり、過去最高を更新しました。第一次半期の全世界の有料会員数は933万人増と、市場予想の約500万人増を大幅に上回りました。有料会員のうち広告付きプランの会員数は全四半期比65%増となり、 全契約者の40%を占めるまで成長し、広告収入の拡大につながっています。また、5月にはアメフトリーグの NFL との連携を強化し、今年のクリスマス当日に開催する2試合の独占配信を予定しています。新しいコンテンツへの進出は、さらなる新規会員の獲得につながり、中長期的な業績拡大への期待につながりそうです。 以上で、岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。